赤ん坊か。一番近くの治癒士は連れてってやる。治癒士はいらない。あの丘の頂上に行かなきゃ。あとは何とかする。何？頂上？その状態で一人で行くつもりなのか？そうよ。ああ、なんならこの太った体を転がしてでもね。赤ん坊を傷つけずにあんたを運ぶなんて遠くて無理だ。馬に乗せよう。助けなんていらないけど、せっかくの伝言人の申し出だしね。こんな場所に身重の女を放っていけるか。この父親はなぜ来なかったんだ？父親は神なのよ。始典の日に森のモックスに見初められて歌で口説かれたの。神と寝たってのか？ええ、驚くほどのこと。マリアは神に触れられてキリストを身ごもった。伝言人の神も馬と寝たって聞いたわ。ロキか。その時はロキも馬だったかな。あんた馬の神に乗られたわけじゃないよな。まさか。ちゃんと人だった。あの神々しさは確実に人間じゃないわ。でも暗かったからよくわからない。つけられてるな。動くな。育てるべきかも。町の噂にならずに済む。落とし子だなんて、なんて言われるか。ああ、森の神々と寝て荒野で暮らすか。魔女になるべきかもね。どう思うよあんた。それだけで魔女になれるのか？あと少しで着く。なんなら神殿の階段のとこに放り出してくれてもいい。あとは自然にことが進むから。あんたが血を失いすぎるのも、狼に食われるのもなしだ。恋人の神が来ないなら立ち会いもやってやる。来ないと思う。ことの後私は逃げたから。あんたありがとう。家族よりも親切にしてくれて。着いたぞ。この世のものならぬ父親は我らに気づくことができるかな。ああ、本当は神の子じゃないの。相手は私と同じで暇してた普通の人。きっと子供には関わりたがらないわ。そうか。とりあえず赤ん坊のことだけ考えてろ。深呼吸して気を楽にな。しばらくかかるぞ。天幕を立てよう。よくやった。元気な女の子だ。鳴き声を聞いてみろ。戦士の産声だぞ。女の子か。戦士とかふさわしい名前とかさっぱりよ。あんたの名前をもらえる？リトルエイボルって。エルミナ、探したぞ。逃げたってプランに聞いたんだ。心配したんだぞ。まさかこの子。これが恋人の神。期待外れだな。神だって？勇敢な俺を褒めてるのか？それとも名前をバカにしてるのか？帰って、モックス。お互いの家族も結婚を認めない。体裁を気にするなら私のことは忘れて。いや、言わせてもらうぞ。俺は身分なんて気にしない。君と一緒になれるなら森の小屋にだって住んでやる。森の小屋なら魔女とその赤ん坊にぴったりだ。